皆さんこんにちは、ムチョと申します。今日は募集時に人気がなかったけれども走った馬っていうのを紹介していきたいと思っております。人気になっている馬が成績も拾えして上がってくるんではないかという予想が大半の方の思い浮かぶところではないかと思うんですけれども、侮るなかれ人気薄でも重賞や G1 を勝つ活躍馬っていうのは出てるんですよね。今も募集されている馬の中で自分はいいと思ってるんだけど他の馬は満口ばっかりだしなっていう思いがある方にとってちょっとした一押しになればと考えております。今回はですね、一口馬主 DB さんの方で名馬の募集カタログっていうのがありまして、そちらを参考にちょっとしたデータを作ってみました。重賞制覇もしくは賞金1億円以上稼いだ馬たちのカタログであったり、今後の動画での本題である当時の売れ行きっていうのをここからは見ることができます。例えばロードカノラですとこんな感じです。当時の募集価格、カタログのコメント、そして募集当時の売れ行き情報っていうのが欲しいつつのうち何個かっていう形で見ることができます。でですね、こちらにあるように表示されている売れ行きは各クラブごとの平均的な売れ行きを基準とした相対的な目安ですと。つまりですね、満口になるのが当たり前のクラブがあれば一等も満口にならないクラブもあるわけですから、やっぱりそのクラブの中で人気があったのか人気がなかったのかっていうのが大事だろうと。そういう意味ではこの売れ行き星5つのうち何個かっていうのはかなり有効なのではないかと思っております。ということで75といるうちのどれだけの数が比較的募集された中で人気のなかった馬たちなのか、まとめたものがこちらになります。こんな感じになりました。まずですね、各売れ行きごとの頭数そして割合というものを出してみまして、まずは人気上位順から見ていきたいと思うんですが、星5つクラブの中でもかなり上位の方の人気だった馬たちが27と、割合的に見ると 36%、 そして星4どちらかというと人気上位にあたる馬たちが17頭で 22.7%、 そしてここからが人気薄と言える馬たちになってくる星3が18頭 24%、 完全に人気薄と言える星2が13頭で 17.3% と、星1は0だったんですけれども、ここは一口馬主 DB さんとしてもなかなか出しづらい部分はあったのかなと思います。しかしながら正直言いますと、私が調べた限りはこの星2の中でこの人気は明らかに星1として表現してもいいよなっていう馬はおります。まあ、まずは全体的な考察からしていきますと、もちろん人気馬だった星5と星4の馬たちの頭数っていうのは少なくはないですよね。パーセンテージ合わせると 58.7% と。ただこの数値決して多いとも言い切れないんじゃないかなっていうのが私の感想ですよね。逆に言えば星3以下の人気薄の馬たちの活躍馬たちも 41.3% いるわけですから、全くもって少なくないですよね。むしろこの馬たちに関しては多数口変えたりギリギリまで吟味することができたわけですから、ある意味お買い得と言えますよね。あとは結構クラブに特徴がありますよね。人気上位の馬たちはマイネルの馬がこれだけいると。あとはロードも多いですね。ロードカナラもやはり人気上位の馬だったと。ちなみにユーシュンのエスポアールシティが満口ではなかったということで結構知られておりますが、あくまで当時の募集馬ラインナップの中ではどちらかというと人気の方に入ってたみたいですね。そしてこの動画で最も私が伝えたかったのが、トースタラとグリーンは満口になってない馬、人気薄の馬でも十分走る可能性があるということですね。特にレッドはその傾向顕著にあるんですよね。ここでいう星には相当な不人気だったと言っていいと思います。レッドデザイアに関しては私が思っていた想像以上に人気がなかった馬みたいですね。一応紹介させていただきますと、秋華賞 G1 を制した超名品でございます。クラシックではブエナビスタとの熱いデッドヒートが毎回のように行われてまして、秋華賞ではついに勝ち切ったと。その後もジャパンカップ3歳牝馬ながらも3着、古馬になってからドバイに遠征してドバイワールドカップにも出走してしました。そんな本馬が一体どれだけの不人気だったのか、これがですね、当然ながら満口にはなりませんでした。本馬に関してはここ500口となってしまっておりますが、実際は200口の募集だったみたいなんですよね。一口6万円だったと。でそれがなんとですね、
私が調べた限りだと10口程度しか売れていなかったそうです。つまり残りの190口あたりは、まあ、クラブ側が所有していたと。凄まじいですよね。今の遠皿で10口程度しか売れないっていうのはまずありえないですし、多分100口超えてない馬もいないですよね。いろいろと血統背景や値の数値とかも調べてみたんですけれども、私にはなぜここまで不人気だったのかっていうのは分かりませんでした。まあ、ぜひ当時本場を知っている方がおりましたら聞いてみたいですね。他にもですね、ここには載ってないんですけれども、レッドファルクスも人気というわけではなかったようです。イタリアンレッドもこちらに入っていると。ですんで今遠皿残っている馬5頭のようですが、決して侮れないと言っておきたいと思います。そしてグリーンもですね、 G1 馬クイーンスプマンテが満口になっていなかったり、セレクトグリーンバウンシーチューンが相当な不人気だったりと、ぜひともおすすめしたいところですね。お買い得感はお金の面に関わらず、成績の面でもグリーンは大きいものがあります。一応ハットトリックとかのようなキャロット所属の馬もアロンダイト、シーザリオ等も入ってはいるんですけど、今となってはキャロットが人気数の馬走ってるかと言われるとちょっと難しいところがあるのかなというのが正直なところです。もう会員数が激増していて、相当なね目の方が増えているらしいので、そこはご容赦ください。ウィンバリオショーンも満口じゃなかったみたいですよね。それであれだけクラシックにも出走して、志望馬入りもして、いろんな話題になってくれるわけですから、本当に夢がある馬ですよね。ノルマンディの馬はここには入ってないんですけれども、どちらかというと人気薄の馬が走っているクラブと言っていいと思います。ブラゾンドゥリスだったり、ルールソバールといった馬は満口になってなかったようですし、最近だとリュードマンやスペロデアといった活躍馬も人気上位ではなかったですからね。まだまだ二次募集の馬見る価値はあると思います。とはいえ、もちろん他の馬の人気が高くて、自分が出資したいと思っている馬が人気薄ってなった時に、そこを思い切っていけるかっていうのは勇気がいるところだと思いますんでね。ただ今回私が調べた限りですと、成績的に見れば活躍馬の多さを調べた限りは挑戦する価値はあると思える結果でございました。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。